こちらも、わくわくな楽しみの一つなんじゃないでしょうか。はい、はい、それが、福袋です。お二人どうでしょう、最近買ってますか。昔ね、買って嫌な思いしたんで買わない。<laughs> <laughs> まあ、ちょっとこう。 ね、残り物の,のイメージとかは正直あるからそうそう私も正直買ってなくて <laughs> はい、はい、やっぱりこう中身が分からないから勇気がいるなというところはあるなと今日は買いたくなる福袋が登場しますので<お>後ほど、はい、まずはです、ね、<っ>福テレでも皆さんにアンケートを取りました、うん、こちらです毎年、福袋を購入しますかという聞いたところ、はい、たまにも含めて購入すると答えた方が40.6%<ー>。 一方で購入しないは59.4%という結果でした、うん、こちのが多い、ね、はい食べ物系にファッション系など今やさまざまな福袋がありますが今日は県内で購入できるお得な福袋をご紹介していきますかか早速まずははい皆さんのおなじみ後楽園です、うん、販売価格3000円です3000円でまず、うん 3000円分の食事券がすでについてきます。<お>で<ー>他にも自宅でも簡単に焼ける冷凍餃子。さらにオリジナルの醤油2本に酢2本。2> うん ラー油一本がついてきます。だから高楽園よく行く人は必ず買った方がいいんじゃないかっていうのと、はいはい、このあたりもあれですよね。お店で置いてあるものだから、うお家でお店の味が楽しめるということですね。そうそういうことなんです。総額五千円相当のお得な福袋となっています。<ー>ただし数量限定です。予約は今月の三十一日までです。店頭または電話で予約してください。 予約した店舗での受け取りとなりまして、1月1日から販売されます。うん、続いて視聴者から教えていただいたお得な福袋です。はい、i さんです。橋ドラッグの開運福箱は？ いいろろ商品が入っているのにそこに1万円分のハシドラ商品券がついていいお値段1万円です、えー、毎年朝から皆さん並んで購入していますとのことなんですんだからマスクも入っててリップクリームとかでちょっと高級なティッシュとか、うん、お菓子も。はい 入ってるからこれ斉藤さん同じこと言いますけど橋ドラによく行く人は必ず買った方がいいんじゃないかと、ね、必ず使うものばっかりじゃ、ね、ん。そうなんですよそうなんですよしかもだって一万円もついてくるからこれ物価高騰のも結構強い味方ですよねちなみに橋ドラッグは県北を中心に店舗を構えるドラッグストアになります気になるのは来年もこの福袋が販売されるのかといったところですがこちらです販売されます開運福箱来年の1月通 1日限定販売です。一人1点までとなっています。で、この他にもですね、お菓子やお酒、ペット用、メイクの福袋などさまざまな福袋が用意されます。思い切り詰め込みました。そうなんですよ。<laughs> ここいい表現ですね。広告にも載っていましたまはい、ここポイントです。さらにこちらも毎年人気です。開店前からできた行列、店内もご覧の人です。 皆さんのお目当ては福袋こちらは今年行われた薄い百貨店の初売りの様子です洋服や日用品、食品など様々なジャンルの福袋がある中で一番人気が初夢袋というものなんですその中身とは と、はい、ということで薄い百貨店の人気の福袋、初夢袋、中身がこちらです、はい、価格は1万円で薄い百貨店で使える商品券1万円分に、まね、初夢抽選券というものがついてきます。 その名の通り抽選会に参加できる県で最大10万円分の商品券が当たるチャンスなんです。そそもそもまた全部同じこと言いますけど薄、はい百貨店で買い物の予定ある方は必ず買った方がいいんじゃないかというのとままさにこれも夢ありますよね、はい、で他にも特別賞なども用意されていましてとにかく豪華だそうです。 この初夢袋は来年の一月二日午前八時三十分から数量限定で販売されます。はい、そして同じ初売りでこちらも毎年人気です。福島県観光物産館です。やってるんですか。そうなんです。はい、来年の一月二日午前九時から福袋の販売が始まります。 ご紹介する価格は今年のものでして物価高騰などの影響で来年は変動の可能性がありますのでご了承くださいでここではですね今年大人気だった福袋で来年も販売予定の福袋を一部ご紹介していきますまずは福島県産品の福袋です会津中通り浜通りの産品をぎゅっと詰め込んだ中身となっています続いて斉藤さん 福島の地酒が入った福袋があるんですよ地酒とやっぱりその下の場差しでセットで買いたいんやなんか、ね、<laughs> そうですねそ、ね、そうそう。でまず地酒の福袋なんですけれども、うん、え今年は三つのご覧の価格帯の福袋が用意されましてこの高額なものほどすぐに売り切れたということなんです、はい、んで,すかで気になるのがどんな日本酒が入っているかなんですけれども、うん そこは、まあ、まだ内緒ということで皆さんおなじみ館長の桜田さんをはじめご覧のようにスタッフで吟味して。 はい、中身を入れているということなんです<ー>桜田さん、サービス精神旺盛だから、うん、たくさんこれ、きっと入れてくれるんじゃないかと、<う>ね、電話でも,もう悩むんです、悩むんです <laughs> と、そもそも外れないですからね、うん、福島のものもだとね、はい、そしてそのメーカー福袋というものもありまして、例えば去年は会津番下町の馬刺しの詰め合わせなどが人気だったということなんです。いい で例年この福袋をめがけてオープン前から300人から400人が列を作るということです見逃せません最後は果樹園からこちらですおしゃれな木箱で届く福箱ですこの福箱を手掛けるのは福島市にある果樹農家フルーツファーム加藤ですここで栽培されているのが 吟醸の醸は土壌の、ねはい土にこだわって、はい、最高の味のもの味もを作っています上質な味、そして上品な香りと、あと素晴らしい食感、はい、果汁がたっぷり、かむとはじくよう、ね、な、水分がパッとはじくよう、ね、な、はい、すごくジューシーで甘くて、お部屋にそれを切った、カットしたものがあると、部屋中が香るような、世界中でうちの吟醸りんごしかそういうのができないと思うので。 その究極のリンゴ、銀状リンゴが入った福箱、銀状福箱になりますこれ多分段積みですよね、中 <laughs> そうなんです。何個ぐらい入ってるんですかあの重さは10キロ、数にしておよそ30個そ入ってる、はいる<ー>んです家族や親戚に配ったり、プレゼントしたりと毎年大好評の福箱になるんですけれども人気の理由はリンゴだけではないようなんですそうそうそう ここにも書いてありますようにリンゴプラスお楽しみの何かが入っているということで加藤さん少しでも教えてくれませんかと聞いたところそれは言ったらね楽しみがなくなっちゃうから内緒だよと言われましたなんだろう何でしょうね果物作ってるから果物絡みなのかな気になるかき氷セットピーチカフェのそこにもなんか自信がある感じでしたちなみにこの木箱も 一緒についてくるということで、この木箱に入ってのお届けになります。はい、返さなくていい。そうなんです。その後はそのまま箱として使ったり、ひっくり返して椅子に使。したりと、本棚にしたりと、<ー>インテリアやガーデニングにもぴったりです。うんはい、とってもお得な吟醸福箱、残りわずかです。はい、そもそも、これだけ身近なところに、いろんな福袋があるんだっていうのを初めて知ったので。非常にお得な情報を仕入れることができました。<laughs> 今日は県内のおすすめ福袋をご紹介いたしました。